距離、A がホイールベースホイールベースとは、車両において前輪軸と後輪軸との距離を表すもので、日本語で再延軸距、または単に軸距と表記される。ホイールベースの単位はミリメートルやインチで表示されることが多い。バスのホイールベースの違いの比較。上はホイールベース4.8メートル、下はホイールベース5.8メートル。 自動車ではトレッドが等しい場合、ホイールベースの数値を大きくすると、車体の前後方向の揺れと蛇行が抑えられ、居住空間が拡大できるという利点がある反面、サスペンションからの入力に対する車体合成の確保が難しくなる、小回りが効かなくなるなどの傾向が出る。この数値を小さくすると小回りに優れるものの、ピッチングやヨーイングが大きくなる傾向が出る。誤解を招きやすいが、 ホイールベースが長いイコールコーナーリングが苦手となるわけではない。ホイールベースの外側、つまり車輪軸から車両端部までの距離をオーバーハングといい、前輪軸から前端部までの距離をフロントオーバーハング、後輪軸から後端部までの距離をリアオーバーハングという。この三つの寸法は自動車の操縦安定性やハンドリングをも左右する要素となる。 乗用車においては、最近はホイールベースをなるべく大きく設定することで、操縦安定性と居住性を確保する設計が主流となっている。ただし、運動性を重視するスポーツカーはこの限りではない。また、前ドアの幅やドライブトレインのレイアウトによりオーバーハングの寸法が決定される大型バスでは、ホイールベースが車体長と収容能力に影響する。バスのホイールベースは、 尺とも呼ばれる。L 尺、N 尺、Q 尺などの通称は各車種においてホイールベースごとに形式の末尾を割り当てていることに由来する。鉄道車両でも輪軸の間隔をホイールベースと呼ぶ。ただし軸距、あるいは固定軸距という表現の方がよく用いられる。二軸車では自動車と同様に車軸の間隔が軸距である。 一方、ボギー台車を装備した車両では、一つの台車に装備されている車軸の間隔を軸挙と呼び、その台車同士の間隔を台車中心間距離、あるいはボギーセンター間距離と呼ぶ。二軸車、ボギー台車ともに、通常は同一車両の車軸は向きが固定されており、自動車のようにカーブの内側を向けることはできないため、軸挙が長くなると線路にかかる圧力が大きくなり、 線路の歪みを引き起こして、補線作業に手間がかかるなどの悪影響が出てくる。大圧が大きくなりすぎると脱線をもたらすこともある。ため、軸橋を大きく取りすぎることはできない。一方、軸橋を小さくしすぎると蛇行動を引き起こす要因となる。脱線と蛇行動を抑止して、高速走行を実現するためには、軸虚と軸箱の支持剛性、車輪の踏みずら形状などの間に、 適切な関係を見つける必要がある。ボギー車では、台車間の距離を長くすることで軸距を伸ばすことなく、車体を長くできる。しかしながら、いたずらに拡大すると曲線部で、車体中央やオーバーハングが、建築限界に抵触する恐れがある。また、カーブしている駅のプラットフォームにおいて特に車両の、ドアとホームとの間隔が開きすぎて、情報に支障をきたす。 さらに分岐器の通過に最終余りにも長い、台車間隔だと脱線の恐れもあるため、ボギーセンター間距離の長さは規制される。例として、イスズエルガのモデルの一種では、QPGLV234L3、QPGLV234N3、QPGLV234Q3 と、形式が付与されている。ホームがカーブの外側にある場合は、 車体中央が離れ、ホームがカーブの内側にある場合は、車両両端が離れる。本文以外の理由にも気50系のように長大な、台車間距離ゆえに分岐器の通過時に両台車の内側車輪が共に、鉄座間をまたぎ越してしまう問題がある。詳しくは、当該記事を参照のこと。ありがとうございます。